やるっきゃねえよな。キャスカ、グッズ。グリスは？うん、今眠ったところ。どうかしたか？あ、何がだ？おい、なんだよ、どうかしたか？うん、違うんだ、これは何でも。何でもないのに泣くのかよ。グリフスがどうかしたのか？やめて、違うんだ。おい、ごめん、いけない。え、私、お前と、いけない。あのグリフィスがあんなに痩せ細って、あんなに軽く、あんなに震えて、あの誇り高いグリフィスが置いていけない。今のグリフィスを置いてなんていけない。ごめん。俺も残る。鷹の段に残って、俺も。図鑑でのこと覚えてる？え？ああ。だったらお前は行かなくちゃ。お前がグリフィスの対等のものなら、友達なら、一人でも行かなくちゃ。ところで、何を怯えているの？行こうよ、まだ遊び足りないよ。夕日はまだ沈んじゃいない。グリフス！なんだ、馬の暴走か？まさかグリフス
ですが、今の話を。バカな、会うのがやっとだ。児童たちに知らせてくれ。わかった。縮小縮小縮小。休みすぎた。もう行かなくちゃ。この遊びはまだ終わってはいないのだから。あの路地裏の石畳はまだ続いているのだから。おい、あれは…ウルフです。来るな。来るな。二度とお前を。
何が起こった？こんなことあるはずねえ。これは夢だ。俺たちは夢を見てるんだ。落ち着け。わからないことは考えるな。できることをやるんだ。エンジン防御組め。今敵に襲われたら全滅だぞ。ジュノ、コルカス、ガンとピピ、人数を確認して陣形を整えろ。大した弾だぜ。クロスボウを持っている者に矢を渡せ。グルズグルズ。ルイス、わかった。大丈夫か。ベヘリット、毒が来た。毒が来た。大いなる野菜の時が216年に一度の宴の時、食が食来る。来るぞ。おいでになられる。来る。あの方たちが来るぞ。来る。我らが頂上たる者たちの王、四人の守護天使の降臨だ。集った人の作りし神ならざる神のしもべたちよ、この聖なる野菜存分に味わうがよい。因果律に選ばれし巫女タカヨ、お前は選ばれし者、この時この地にあるように、大いなる神の御手により定められし者、我らが眷属渇望の福王なり。ざけんな。ざけんじゃねえぞ、ガッツ。巫女だと眷属だとバカ言ってんじゃねえぞ。こっちからこいつの裸だって拝んだことあるんだ。こいつには尻尾の一本も生えちゃいねえ。美しい友情だこと、あなたさぞかし良い生贄になることでしょうね。生贄？そう、彼が魔王になるための尊い生贄。その深紅のベヘリットを手にした時からお前は魔王の資格を得ていたのさ。それは我ら守護天使ゴッドハンドに転生することのできる覇王の卵なの。そしてあなたたちは天使降臨のための大切な生贄。ほほほほほほ。夢だ。やっぱこれは夢だ。てめえら化け物にグリフィスを変えちまうだと。俺たちの命と引き換えに。少し違うわね。それをするのは彼の意志。彼が
あなたたちを生贄に捧げるの。そんなわけねえだろう。そんなことあるはずが。すべては因果の流れの中に。これより高魔の儀を執り行う。高魔の儀だ。伊藤祭壇へ。恐ろしいか、お前ほどの者が、頂上の者としての我らがか、それともお前がこれからたどる未来か。全てを一言心の中で唱えよ。捧げると、さすれば頂より天に飛び立つ漆黒の翼を授から。何千何万という敵味方の中で、唯一お前だけが俺に夢を忘れさせた。続ける。鉄により束ねられし糸は今結ばれた。約束の時来たれ。